おしゃ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 、どうもおしゃ池田でーす。今日はですね、おしゃなんとあの今話題のユニコーン4安全の獣を打ちたいと思いますね。今ちょっとパチンコ、あの超デカスタートってこのへそが大きくなってるのがちょっと流行ってるんですけども、これユニコーン4神デカスタートっつってて、ね、めちゃくちゃもっと大きくなってるんですよ。でね、ボーダーがね120回転です。なんとめちゃくちゃ回ると思うんでね、ちょっと楽しみなんでちょっと頑張っていきたいと思います。で、あとです、今日ですね、オーシャン実はちょっと最近弟子を取りまして、その弟子が今日デビューするということでね、ちょっと紹介したいと思います。じゃあちょっと入ってきて、スイ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 エイス荒波泳ぐです。はいね、荒波泳ぐくんです。はい、最近弟子になったんでね。で、今日は何打つの、荒波くんは。はい、カラクリサーカス夢は絶対に叶わないバージョンです。あー、やっぱね、名前の通りやっぱ荒波騎手が好きなんだよね。そうなんですよ。AT 確率が8000分の1ということで、やばいよね。1日打っても、AT にすら入らないかもしれないという超気持ちいいスペック。これもう何も言えねえっす。いや、やばいわ。はい、でも頑張って、それでやりますよ。で、今日この2人で乗り打ちということで、乗り打ち実戦なんで、はい、よろしくお願いします。ちょっともう2人でもう前あのマイナス100件だけどプラス100件。そうですね、いや、もうプラス200件目だぞ。はいね、やりますよ。じゃあ頑張っていくんで、はい、皆さん行きますよ。レッツストリー、バシャ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 バ簡単にスペック説明します。大当たり確率349分の1、でラッシュ、突入率が 72% ですね。で、初当たりは全部100発なんですけれども、ラッシュに入るとオール300発ので、74% 継続ですね。で、このラッシュ中の 25% を取れるとラッキートリガーのですね、覚醒ハイパーに入って 85% ループにオール300発になるということで、ここを目指していきたいと思うんですが、これ見てください、これへそ。オーシャンのね、肩幅ぐらい空いてますよね。もう台全体がもうへそになってる感じの、もうこぼれる方が難しいんじゃないかってぐらいなんでね、これさすがボーダー120って感じなんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。じゃあいきます、レッツドリー。いやね、ちょっと今9000円使い切るぐらいなんですけれども、まだ当たらないんですよね。今ね、1010回転ぐらい回ってますね。まあ、120なんでちょっとボーダーより少ないかなって感じなんですが、やっぱ回りますね。でもそろそろそこ、今、あ、先回りましたね。お、これ当たるんじゃないか。あー、もう当たりますよ、これ。お、よし、さあ、やっと当たります。あー、もう、これ頑張って伸ばしていきたいと思います。よっしゃー、頑張るぞー。トロフィー。あー、やばい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 。あー、さすがに復活は、それでも、あ、ないかー。あー、ラッシュ終わってしまいましたー。いや、でも15連したということでね、15連で4000発出ましたよ。いや、もうね、これを繰り返していく台なんでね、いや、もうめげずにまたラッシュ入れて頑張っていきたいと思います。しゃあ、レッツドリー。じゃあ頑張るぞ。バシャ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 、実戦終了しました。いや、結果はですね、プラス10件でした。おめでとう。いや、オーシャンってここで初めてプラスになりました。いや、もうずっとマイナス100件だったんでね、いや、嬉しすぎますね。いや、あのね、ユニコーン4打ったんですけど、いや、1万回転ぐらい回したのかな、1万回転ぐらい回して初当たり30回ですよ。30回取れたんでね、いや、もう楽しかった。もうストレスなく回るんでね、いや、皆さんもぜひ打ってもらいたいです。ただね、今日はね、乗り打ちなんで、弟子がどうだったのか、ちょっと弟子を呼びたいと思いますね。ちょっと来て。スイ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 。はい、ありがとうございました。じゃあ結果言ってくれるかな。はい、ノー AT で、マイナス210K でした。マイナス 210K？ マイナス 210K でした。すいません。ってことは乗り打ちだから1人
マイナス100系でした。ちょっと何があったの？ごめんなさい、うん、なんかもう AT はもちろん入らなくて、真夜中のサーカスで350ゲーム載せたのがピークでした。それだけ取れたか、はい、当たってはいないです。350載せて、あちょっと CZ 軽いなっていうのが一番の取れ高でした。そうなんだ、ごめんなさい本当に。いやまあまあまあね、荒波をの台を打つってことはそういうことだから。だって最近勝てないですよ、もう本当にもう、まあ、まあまあもうオーシャンがちょっといろいろ面倒見てやるから弟子だから ねお前はね。だこれからもちょっと弟子をよろしくお願いしますということで、何も言えないです、まあまあまあ次回は勝とうね。じゃあ終わるか、はい、じゃあ行きますよ皆さん、行きますよ、レッツドリこちらタダパチさんのスケジュールになります。タダパチさんのスケジュール私も言ってもよろしいでしょうか。まあそれはいいんじゃないですか。わかりました。では